デパート巡りをするとは思わなかったな。あんなにランジェリー売り場を回ったのは生まれて初めてだよ。お気に召さなかったですか？いや、案外真面目なんだなって思ってさ。浅原君は真面目かどうかはともかく、自分の会社の製品があるんだからきちんとしてくれているかチェックしておかないとね。休日はいつも？そうね、大体ね。仕事好きなんだな。ちょっとしたデートでも楽しめるんじゃないかって期待してたんだね。雨、参ったな。あいにく傘は用意してないんだ。行きましょう。え？私の家この近くですから傘お貸ししますわ。いいところに住んでるんだな。適当に座って、すぐに傘を用意しますから。こんな高級マンション、OL の安月給だけだと大変だろ。なるほど。一緒に写ってるの一家の財津君だろ。付き合ってるのか？個人のプライバシーよ。あなたには関係ないでしょ。こりゃ失敬。でも意外だな、財津君は仕事以外には興味がないイメージだから。部長との付き合ってるんだろ。このマンションの名義が三木部長だっていうのは調べがついてるよ。